無線の部屋へようこそ本日は JE3QHK と JQ3BVB と JJ3IUS でお送りいたしますはいえー、今日のねえー、お題の方は VHFUHF 無線の特徴ということでねお送りさせていただきます えまずこの、まあ、HF というね、まあ、アマチュアのバンドでいうと低い周波数に比べるとちょっと高いということでねベリーハイフリケンシーとウルトラハイフリケンシーのこの逆をとっておりまして周波数が高い関係で電波としてはね直進性があるのでね、まあ、見通し距離での通話が基本になっております。 まあそんな基本でございますがこれねやっぱり UV は非常によくね使われてましてテレビでもね UHF ね受信しておりまして昔はねあの VHF やったんですけどねはいえそんな関係でえあとあの業務用にもねたくさん使われておりますのでその辺はですねこのマニアの BVB さんにねちょっと聞きたいと思いますね もう受信歴なんねえやろ、もう十数年、はい、もう受信専門でやってた時期がありますので、えーまあ、昔は P ちゃん言ってましたね、警察無線、で F ちゃん、消防無線、えー、はかつては150メガイ のアナログを使ってたんですけども今は警察がだいたい150からだいたい160メガ台ですねとあと300の方に350ぐらいにあんのかなあと消防無線は今はかつては150メガの VHF 使ってたんですけども今はだいたい280台を今は使ってます。 であと防災行政無線といいまして、まあ、市役所丹波市内でしたら、うん、あの正午に、えー、丹波市の歌と夕方にななんでしたっけあの曲「夕焼け小焼け」が流れてますよねれあれの、えー、電波は、えー、60メガヘルツ帯という FM ラジオより低い周波数を、えー、使ってます防災無線同方形というシステムですね でまあ、いろんな用途はあります、鉄道無線に使われてたり、えー、JR、まあ、この辺でしたら、神戸電鉄、近鉄、阪急なんかも使ってますね。えー、公共性の高い、えー、無線システムは、えー、専用の周波数が免許されるという、まあ、あのちゃんとしたその人命に関わるものもありますので、えー、ちゃんとしたシステムで運用できるようになってます。 うんまあいろいろ利,利用価値はねありますけども固定用と対移動用ではちょっとこう周波数のチョイスが違うというのが、えー、この VU の特徴なのかなというふうに思います。はい、えー、ありがとうございます。えー、かつてですねもう何十年か前はねこの UVHF の周波数帯は FM のね電波で まあ今は FM なんですけどね、えーまあ、アナログ的なものでございましたのでね、まあ、今はあの警察とか消防とかも、ですねねデジタルがね増えてきました、ね、お警察はちょうど、ねはい、あの旧 HK さんや IUS さんの時代やと思うんですけど、はい、ちょうど僕、ぎりぎり消防無線聞けた時代ですね、学生の頃に<ー>、うん、ちょうど学生の時に。 デジタルになりましあもうある意味究極のアクションバンバドはなくななりましたなるほどね、はいえー、かつてですねあのー、まあちょっと周波数を変えればですね <laughs> あの警察とかですね消防が聞けたのでまあいや何かもね取締りの話とかねまあそんな詳しい、えーね、内容まではそこでは話さないんですけどね <laughs> 結構、あのー、ワクワクドキドキするね チャンネルではありましたね、これね。ねマニア多かったんじゃないですかね。いや、もう聞いてた人多いと思いますよ。私の父親とか。うん、京都でね、住んでた時とか、はい、京都本部の無線聞いて。<ー>警察官より先に行ってた。とか言、ね、<laughs> う,う,う何もんじゃ。無着で、<laughs> お前また来たんかって警察官に言われたらしいですよ。<laughs> ああ、もうね、指名手配されそうな感じですね、ねほんまに。うん、はい。まあ、そういう、あの、周波数帯でございましたし、まだ、確かにね。 もう何十年も前になるんですけどもハンディ型の、ね、トランシーバーもたくさん出てましたので非常にあの、まあ、持って行ったりいろんなとこへね行ったりねあとあの航空無線は今でも聞けるんですかね航空無線はねえー、っと大体100 百十八ぐらいから上が百三十六ぐらいまでかな。うん,うん、うんうん、あのー、東京コントロールとか、はい、神戸コントロールとか、えー、関西アプローチとかはまだバリバリ聞こえますね。ああなるほどね。大阪やったらね、はい、大阪タワー。うん よく聞こえます、はあ、痛み空港の近く行ったらなるほどね、まあ、痛み、昔はね、それこそああいうとこ、マニアの人がね、行ってね、本当、まあ、受信機を持ってですね。いや、今でも僕持っていくんやけど、えー、あほんまですか、<laughs> ちょっと私、あの最近、ここ、何十年か行ってないですけどね、昔はね、あの受信機を持ったね、本当、マニアの人がね、 えー、まるでパイロットのようにですね <laughs> あの、この風向きでこう、どうやこうやとか、着陸がう,うんちゃらと、こんたらと言ってるのを今、思い出しましたけどね、お前、パイロットやないやろと <laughs> 言うたいぐらい、うんちくをしゃべってましたねでも、聞いてたらね、やっぱ動きわかるんで、はい、面白いですよね、えー、そうですね、うん、非常にあのその解説がまた面白くてですね、それを見に行ってる人もね、結構いたようなことをね、思い出しましたね。 でまあ、確かにあれだけの、ね、たくさんの飛行機が次から次から、ね、もう見えてますからねあの着陸してるのにちょっと向こうの1個目の方を見たらね次の飛行機がね、まあ、あれを、ねそのまあ、確かに完成してるハワといいパイロットといい,いまあ大変やなっていうのが、ね、もう肌身、ね、伝わってきますよね。うまあそういういい意味では非常に面白い ちょっとこの面白みがちょっといろんな方向性があるかとは思うんですけどね。はい。えー、それではですね、あと、現在ですね、えー、今あ、まあ、いろんな使われ方がしてるんですけども、現在の状況はどうなんですか、あの、BVB さん。 はい、えー、アマチュア無線ですかね、これは。VHF、UHF ともにあのまだ144と430と、まだまだ現役ですね、うんえと、昨年の9月にバンドプランが改正されまして、はい、まあ若干その、その周波数、例えば144.7から145.65の間は、こういう使い方をしてくださいっていうのが、総務省の告示で、ね、決まってるんですけども。はい それがちょっと変わったとかね、法改正がありましたので、はい、まあ最新の情報を皆さんアップデートいただきたいところなんですけれども、どうやろう、あの今やったらラグチュー言いましてね、車同士で喋ったりとかいうのが結構多いかなとは、はいあまあ、見通しなんでね、いかど,うせどう考えた見通しなので、飛んでも20キロ。 はい、山の上どうしだったら100キロ、200キロ行けるんですけど、えー、まあそういうぐらいの、まあ、街で使うぐらいの感覚ですかね。なるほどね、まあ、そういった利用法にまあ特化したと言いやなんですけどもね、であの現在はいろいろなね受信機も出てるようですね。はい、あのその辺は IUS さん、リサーチされてますので、ご紹介いただけたら。 あのー、私は昔開局は50メガでしてその後144に行って HF に行ったんですけどえっ、ー、とですね、あのー、最近またああの3年前に再開局しましてねそれで HF の CW ばっかりやってるんですけど UV の CW もやりたいなと思って、えー、昨年オールモードの、えー、トランシーバー買ったんですけど、それで軒先にホイップアンテナ上げて、聞いてみてたんですけど、あの、閑散としてるんですね。CW も SSB も、ほとんど、えー、ほとんどということないんですけども、聞こえないんです。たまにあの朝とかロールコールやってるのがね、あの入ってくるぐらいで、 なんか寂しいなと思ってそれからちょっとあんまりやってないんですけど、まあ、現在はそんな感じですそれとちょっと新しいトランシーバーを見つけて、えー、ちょっと興味が湧いてあるんですけどまあそんなとこですありがとうございますねはい、えー、多分ラジオを着の方でね、まあ、昔やってたという方は車にね UVHF のね えー、送信機アマチュア無線つけてらっしゃって大概車にアンテナついてたんですけどね大概言うたらありよそ,その時代を僕知らん30年40年 <laughs> まあ生まれてないです <laughs> <laughs>、はいね、今それこそねあのアマチュア無線のアンテナつけてる人はまあ見ないに等しいですねあまあ僕と i US さんぐらいかな、ね、そうですね、うん、はいまあそんな感じになってしまいましたけどねああの あのねこの間、あの尼崎でハムフェアあったんですよね、はい、それちょっと行ったんですけどね、<え>ガレージにアンテナを立てた車がずらーっと並んで、<laughs> すごい懐かしい感じがしましたねその話、めちゃくちゃ聞きたいな、尼<え>崎行ったったんですか、やっぱりあうちから近いんでね、車で15分ぐらいで行けるんで行きたかったんですけど、行きたかったな、けどちょっと用事があって行きなかった。<laughs> はい、ね、そんな懐かしい風景をね、はい、見られたようですがこの辺でですね一、えー、曲リクエストがありますので BVB、えー、さんご紹介いただけますかはい、えー、今夜は1985年「小林明子」で「恋に落ちて f ォール i n l o v e お送りします本日は j 3 q h k と JQ3BVB と JJ3IUS がお送りしています あの曲の前半 VHFUHF のね現状お話しいただいたんですがこれねいろいろ違法な方もいらっしゃるんですかね残念ながらですね六甲さん先日ちょっと時間があったんで移動運用久しぶりに行ってきたんですよ。で430いわゆる430まあこうメインが433.0なんですけど前後こう行くと。 まあ、コールサインを言っていない、まあ、方がねこう、結構いらっしゃってね。<ー>うん、ね電話の代わりっちゃなんですけどね。そうそううん、で、当然なんですけど、アマチュア無線運用される際、当たり前なんですが、コールサインを言うというのは、うん、あの法律で決まってますので、はい、これは送信しなきゃいけないものです。ええ、で、まあ、仮に免許を受けてない状態で、 開局するとどういうことになるかというと、うん、ま,あまず電波法第4条違反無線局の開設というのがあります、うん、え無線局を開設しようとする者は総務大臣の免許を受けなければならない、はい、というふうになってます、うん、でこれに違反するとめちゃくちゃ罪重たいです<ー>え第110条罰則というところに規定があります1年以下の懲役または100万円以下の罰金あらめちゃくちゃ罪重たいです、はい、なのであのまあ ちゃんと免許を取ってね、えー、アマチュア無線でしたら、無線従事者免許と、はいえー、無線局免許、2つの免許がいりますので、うんうん、片方だけでもだめです、はい、ので、両方ちゃんと取って運用するようにしていただければなというふうに思いますなるほどね。 これまた、免許制度がある限り、これはもうしょうがない、しょうがないって言ったらだめなんですけど、自動車も一緒ですからね。車とね、一緒なので、ちゃんと免許取って運用される分には、ちゃんとルールを守ってね、バンドプランを守るとか、当たり前のことなんですけど、その辺さえしていただけたらね、結構楽しくみんな使えると思います。なるまあ、確かにね。はい。それからですね、この VHF、UHF 体の。 実は、ね、これね見通し距離だけやと今言ってたんですけどねとんでもないところにね届くことがあるんですよ。じゃあこの辺は BVB さんちょっと説明していただきましょうか。はいえー、VHFUHF、えー、異常電波というんですがまずは VHF スポラディックイーソーというのがあります。 はいえー、電離層というのが、えー、地球にはありまして昼間は D, D 層 E 層 F 層3つの層がありますで夜は F かな F だけになるのかな、うん、やったとおちょっと記憶します、はい、ごめんなさい間違ってたら、はい、あのちょっと申し訳ないです、うん、えっとこのですね イーソー付近の大体地上から1 0 0ぐらいのところなんですけどもここにんと言いますか VHF 帯っていうのは普通はえ宇宙までもう突き抜けてしまうんですがえ電子密度の濃いところえがありましてまあまあ要は簡単に言うなら雲みたいなもんなんですけどもそれがこうふわ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 と移動してきて VHF 帯の電波を反射するというえ自然現象が起きます。 でかつては、えー、遠くの例えば極端なことを言えばここから沖縄のテレビ局が見れたりとか北海道のテレビが見れたりとかっていう現象が起きていた時代があります、うん、昔のアナログテレビの時代ですいわゆる。うん、で FM なら、えー、KISSFM とかによく時々ですけども中国語が入ってきたりとか。 こうなんか普段聞こえないようななんか怪しい電波が入ってくるとそれがだいたいイースポラディックイーソーというもあですね、うん。これまた不思議な現象ですよね。そうね、えーうん。まあだいたいいつぐらいやろう春から夏ぐらいが多いかなというふうに思ってるんですけども、うん、はいもう季節的なものですね。ねこれまああの要は 空の上雲が鏡みたいになって遠いとが反射していくと思ったらいいんですかねそうですねはいなんかそんなものが一時的に起こると、うん、でそれがアマチュア無線で起きるとまあみんな喜ぶんですよ遠くの曲としゃべれるから、うん、確かにそうですね、うん、まああの低い周波数の HF ですと比較的ね遠くまで、まあ、飛ぶんですけどもこの高い周波数の VHFUHF になると どうしても山とかでね遮られて遠くまで飛ばないんですけども、まあ、その電磁層というものが鏡の役目を果たしまして実は見えないところまでね飛んでっちゃうというね、はい、これはあのー、昔ねやられた方でしたらねいろいろそんな経験された方がねあるかもしれませんね、うん、はいそれから他にもあるんですねこれね まあ、通称ダクトって言うんですすけどもこ、うん、こういういとが起きまは当然 UHF というのは VHF の電波以上に光に近いですのでそんなに山の向こうに行ったりとか、えー、水平線の向こうに届くということはないんですが、えーまあ、簡単に言ったらトンネルのような電波を通り抜けるようなトンネルができてそこを電波が抜けていくことで 発生する自然現象ですこれまた不不思思議議なな現象やね。ちょっと資料を見てますと、大気の影響を受けると、電離層とはちょっと違うんですけども、本当にあの地上から数何キロの世界で起きてることなので、ちょっと電離層とは全く違うんですけども、解説波みたいなものかなと思っていただければ。 思いますで、大気、はい、中の気温であったり、水蒸気、うん、高さとかいうのの影響を受けますので、まあ、こう常にこう変動がある、うん、なので、E スポより難しいかなとはたぶ<ー>、うん、まあ多分つながっても多分安定してないと思いますのでねそうですね、S、<S, はいえー、<S, S 言うてね、無線されてる方なら、信号の強さのこと S って言うんですけども、うん、それがまあこう行ったり来たりしてると思います。ねうん まあなかなかそういった現象に遭うのもまれやしそれを体験するのもねなかなか難しいと思いますね。<まあ S 1> 装置によってもいね,ねでもってこともないんですけど運条件さえ良ければ運というかあのハンディー機でもあの新潟とかこの辺からでしたらしゃべる大分とか九州とかしゃべることができたりしますね、はい、うんねすねごい話ですね。 それからの他にもあるんですかね。はい。えっ、ー、と流れ星、えー、願い事三つでしたっけ。叶えると、叶えると願いが叶うと言われるあの流れ星も電波を実は反射します。ええ、あんな短時間なんですけどね。<ー>で、その流れ星に電波を当てる当てるというか、それを反射することによって観測をするというえことを、うん。 へえー、とネットですね HROFFT という、えー、流星電波観測というものがありまして<ー>まあ要は福井県だったと思うんですがそこから電波を出して流れ星に電波を当ててそれを返ってくる信号を受信するというような観測をされてる方が全国にいらっしゃいます。へこれまたね なかなかあのラジオを聴きの皆さんで、まあ、実際にそのやってはるのを見たってことも私もないんですけどもいや僕もや,る、はい、やろう思ったんですけど、ええ、まあいかんせ50メガヘルツ帯なんですよ、<ー>なかなかノイズがね、今やっぱり電子機器、こんだけ増えてるんで、はい、ノイズだらけなんですよね、うん、なかなか受信が難しい、まあ、よっぽど山の上とかに行かん限りは、ちょっと厳しいかなと思ったことありますねなるほどね。 確かにちょっとこれなかなか条件が整わないと、えー、難しいと思いますねそれから最近はやっぱりいろんな電子機器が、ね、発達してますのでいろんな無線機とかが、ね、出てるんですかねこれは、えー、IES さんに聞いてみましょうかああちょっと話変わるかもしれないですけどはいあのいろんな無線機出てるようですねあのか 外海外のモデルでねあの安く手に入るのがあったりして、えー、そのまま使うとちょっと日本の法律に触れたりして、えー、使えないものが多いんですけど何せ安くってねそれであの一部のやつなんかあのソースコードがオープンになってて改造できちゃうというので、えー、世界中の好き者たちがですねいろんな改造して。 私もあのハンディのトランシーバーで CW できないかなとか思ってたんですよ、あの山の上に持っていってね、えー、VU でえやりたいなと思ってたんですけども、ちょうどそういうのが日本にないもんですから、あ,あってもね、150ミリワットとか、すごくあの出力の小さいものしかないので、えー、5ワットぐらい出せるのがないかなと思ってたんですけど、それがありましてね、それをまた CW とかオールモードに。 改造しちゃううという人が、えー、海外にいてはりまして、えー、それで、えー、いろいろ実験をやってる人がいるというのを知ってるんですけど、えー、まだちょっと日本の法律に合うようなことには出、えー、してないんですけどもね、その辺がちょっと楽しみだなと思ってるところです。 ちょっとね話がありましたけどそんなこともありますはい、はいえーまあ、その辺もねもっと詳しく聞きたいと思いますね。また次回ということで、えー、それではですね実習の次回の、ねえー、告知の方をお願いしたいと思いますはい株が上がってんかった危ない、はいえー、無線の部屋次回の告知です3月15日は放送技術再放送は3月22日 ラジオ局の音作り第13回目です3月29日3月は5週金曜日がありますので2回目のリクエスト特集、ま、エアチェックですねリクエストをお待ちしてます編集の都合で3月25日ぐらいまでに送っていただけると助かりますで4月は次回のアマチュア無線の回は4月5日再放送は4月12日 もうこれはあいうえさんにも語り尽くしてもらいたいと思います。cw って何点がつなぐ言葉のやり取り15回目です。なるほどね。これまた次回も楽しみになってますね。そうですね。はい、えー、今日はですね。まあ、ちょっと高い周波数の vhf uhf のね。お話を伺いましたが、これ昔やってた人で結構家にね。 車に積んでたとかね、うん、いう人無線機がね結構あ余ってると思いますのでね、はい、またもしいらないようでしたらこちらの方へね寄付していただけたら <laughs> なんかあ、ね、れ厚かましい話してますけどねはい、はい、えー、また第二の人生をね無線機も送れるかなと思いますそれからですねあのアマチュア無線クラブの方もね、えー、部員募集しておりますので 遠慮なくどうぞお声がけくださいはいお待ちしてますはいお、えー、本日は j 3 q h k と JQ3BVB と JJ3IUS でお送りいたしましたはいそれではラジオ木の皆様また来週さよならさよなら